今日のたわわのわは今が旬のオクラを紹介します。脳を通じて幸せを提供する JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは指宿市。なんと指宿市はオクラの生産量日本一。生産者の前川さんにお話を伺います。ハウスに入ってまず暑いなって思ったのが第一印象だったんですけど、はい、やっぱりこの指宿市ってオクラの生産に適しているんですか？ここ暖房しなくて種をまける、まあ、いわゆる指宿のこの、 気候をうまく利用したそういう産地になっています。今オクラはいつからいつ頃まで収穫されるんですか？そうですね、ハウスがだいたい4月から収穫が始まって露地物が終わるのが10月まで、それまで毎日収穫作業に入ります。半年間毎日ですよね？毎日です。いやーすごいな、はい、前川さんが手塩にかけて育てたオクラ収穫をお手伝いします。収穫するときには、この辺り、ここからここまで約1センチ、1センチ、うん、っていうのは今ここ切った断面があるんだけど、断面をねできるだけ小さくした方がここからの水分が抜けないように。この辺かな、1センチ。お、そう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 、切れました。立派なオクラ、嬉しい。育てる上でのやりがい、どんなところですか？植物なんでオクラも毎年作柄がやっぱ違ってくるんですよ。それに合わせて我々農家がどういうふうにこの子たちをうまく育ててあげればいいオクラができるかなっていうところ、食の安心安全っていうのはもう今当たり前なんで、まあ、害虫の天敵をハウスの中に入れて農薬の散布回数が減ることがより消費者の皆さんに安心安全を届けられる、それを収穫して食べてもらってやっぱこう美味しかったって喜んでもらうのが一番のやりがいですね。生産者の前川さんならではの美味しい食べ方を聞いてみました。刻んだやつを熱い味噌汁の中に入れてかき混ぜてあげるととろみが出て、もうそのままこう飲めばね栄養も取れるし、あともう一品はちくわにそのままオクラをスポッと差し込んで、で衣をつけて天ぷらにする、まあその食べ方が今一番美味しいかもしれないよね。どっちもすごく簡単そうで、私も早速今日からやってみたくなりました。そうですね、簡単なんで、ぜひ試してみてください。はい、指宿のオクラは県内の A コープやおいどん市場などで販売されています。次回のたわわの輪ではこのオクラを使ったレシピをご紹介します。旬の指宿のオクラを皆さんぜひ食べてください。ここで番組からのお知らせです。オクラを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。